では、スタート。もしかして、私だけ？やった、これはチャンス。ふげ、おっと、こいつは激しい戦いになってきたね。皆さん、津島さんが好きなんですね。カップル成立だ。なんで？嬉しいぞ、レオ。幸せだな。私だってたまには早く起きるわよ。さ、座って、朝食作ったから。豪勢だね。じゃあ私、先に行くね。強キス。待てレオ、シャツを出すなら出す、入れるなら入れるにしろ、みっともない。ああ、ごめん。もういい、じっとしてろ。ありがとう、乙女さん。ほん、仕方ないやつだな。素直まだかな。西崎が校門でこの絵を見かけたそうだ。じゃあ、もうすぐ来るのかな。ああ、多分な。レオのやつ、僕を置いていくなんて友達甲斐のないやつだぜ。どうしたんだおめえ、遅刻するぞ。つか、もう遅刻してるけどな。なんかあったのか。ほっといて。有名祭も終わったんだし、しっかりしろよ。おいおい、どうした？頭痛いのか？うるさいな。あ、なんだおめえ、せっかく人が優しく言ってやってんのによ。そんなこと頼んでないでしょ。相変わらず素直じゃねえな。名前ネタは。おめえバカか、素直じゃねえから素直じゃねえって言ってんじゃねえか。あ、逃げた。なんだありゃ。せっかく僕が心配してやったのによ。まだ昨日のこと引きずっているのね。あ、昨日のこと。有名祭で演劇を失敗したことよ。あ、なんだそれ。そんなことぐらいで落ち込んでたのかよ。カニは落ち込まないからな。僕のやつだって落ち込まねえだろ。甲殻類と一緒にするな。あ、なんでさ、観賞植物なくせに。
それは考えてみればチャンスだな。チャンス？そうとも、演劇の失敗で傷ついたこの絵に俺が優しく声をかける。サミスガさん、優しいんですね。これがきっかけで二人の距離は近づいていき、めくるめく愛の世界へ。この絵、お前、なんて格好してんだ。サメスガさんに私の全てを見てほしくね、うん、サメスガさん。さてと、そこはダメだ。あれ、エリーどこか行くの？ちょっとね。何、生徒会長を辞める？私の任期もそろそろ切れますし、留名祭が終わった今がいい時期かと。ほう、もうそんな時期になったが、だがやるだけ無駄ではなかろうか。お前に勝てる奴がいるとは思えんが。いなくてもやることに意味があると思います。うん、では生徒会長争奪勝ち抜き弁論大会を取り行うこととする。お姉ちゃん学校に行ってないんですか？そうなの、演劇の失敗、そんなにショックだったのかしら。そういえば今朝のお姉ちゃん、なんか様子がおかしかったし。ただいま。素直、静か。素直、今日はどうしたの？素直、待ってお姉ちゃん。無断欠席なんてお姉ちゃんが一番嫌いなことでしょ。ごめん。素直、私が会長になった暁には、これからの社会に適応していくため男女の垣根をできる限り取り払っていきたいと思います。おいおい、今日のフカヒレなんか違わねえか？なんか悪いもの食べたんじゃねえので、具体的には何をするのかしら？聞いて平国な。まずは男女合同体育、男子と女子が一緒に授業を受けるのはもちろん、着替え、その他諸々も同じ場所にすることで真の男女平等を成し遂げるのだ。いつものフカヒレだな。あいつも成長しねえな。本日の勝者はキリア・エリカ。そんな、当然ね。この絵のやつ、今日も休みなんだってよ。こりゃ相当落ち込んでるね。やっぱり玉砕覚悟でこの絵にアタックしておくかな。ダメダメ、あいつはフカヒレのことなんか覚えてもいねえよ。クビー、俺の存在って一体。強く僕が目を覚ましたら彼女が消えてました。がっかり。財布も通帳も消えてました。生きる希望も海のもずくと消えました。あ、不思議だな、彼女は魚介系マジシャン、海を大切にね。おいおい坊主、やる気ねえのか？ジュースを取ってくるわ。なんだレオのやつ、ぼーっとして。悪いもんでも食べたんじゃね。あの歌はどうにかならんか？聴いてる方が悲しくなってくる。ああ。
あとそろそろ遅いから皆に少し静かにするよう言ってくれ。ああ。そういえば今日もこの絵は休みだそうだな。素直。君たち知ってるかい？有名祭のラストに開かれる高野祭で一緒にダンスを踊った男女は永遠に結ばれるという伝説を。クイッククイック。なんだあれ、バッカじゃねえの。クイッククイック。気持ち悪い。どうかしてるよね。君はエロくて素敵だよ。んーチュッチュチュッチュッチュ。妄想だって立派な個性だ。レッツダンシング。無限に広がる大宇宙に一人の女子高生が正義のために戦っていた。宇宙の風紀は私が正す。とカーツ。許可なく張り紙をするな。宇宙の風紀は乱れるだろう。はい。分かったら全て剥がすんだぞ。はい。黒金乙女は半径777宇宙メートル内の風紀の乱れを探知することができるのだ。ほら宇宙自転車の二人乗りは禁止だぞ。なぜだ、なぜみんな心を正さないのだ。戦え乙女。宇宙の風紀を正せるのはお前だけだ。続く。いない？そうなんです、用事があるからって。あ、そうなんだ。あの対馬さん、お姉ちゃんと何かあったんですか？私どうすれば。ジャンキス。俺としては普段の授業からブルマ着用にしたいと。ジークブルマ。勝者キビアエリコ。私が生徒会長になった暁には保健体育の授業を今の3倍に増やします。3倍。勝者キビアエリコ。僕が勝者キビアエリコ。まだ僕は何も言ってないだろ。本日の解散。まだ待てって。まだ話して。お疲れ様エリー。これくらい楽勝よ。明日も頑張ってね。そうね、明日でこの弁論大会もラストだし。あ、対馬くん、ヨッピー一人じゃ大変だからよろしくお願いね。ああ。それじゃ。はあ、こりゃ何時に帰れるんだ。スノーは帰ってるかな。そこ私の場所なんですけど。あ、よし。強キス。先輩、学校に来てないらしいじゃないですか。うん。この前、新しい料理のアイデアを思いついたんです。また作ってきますんで、お芝居の練習の合間にでも食べてください。お芝居か。私、なんであんなにお芝居に一生懸命になれたんだろう。なんで。先輩、私は将来料理の道を目指すことにしました。それが私と私の大好きな人の夢でしたから。よし。だからまた食べてください。待ってますから。それじゃ。私と私の大好きな人の夢か。強
キス。やってらんねえぜ。僕のカニがスペシャル美味しいバイオテクノロジーの演説を聞きもしないでよ。うわあ、ともくるぜ。聞くだけ時間の無駄なだけさ。いやあ、館長はいい仕事をする。なんかてめえかぶってんだよ。ただいま。一人レオと一緒じゃなかったっけ。ソシマくんがラストも用意でまだ行動に残ってるよ。あ、スバル、もう帰ろうぜ。ゲーセン行こうぜ。後から来るだろ、レオのやつもよ。そうだな。確か君は2の A の浅田静香です。ツシマくんは、ツシマくんまだ仕事なの、ごめんね。レオの代わりに俺が話を聞くよ。いえ、ツシマくんじゃないと意味ないんです。レオに何か用？スナウがもう3日も来てないんです。それで対馬くんから言ってもらおうと思って。対馬くん今生徒会長選で忙しいから。あいつまだ立ち直っていなかったのか、ね、仕方ない、私が行こう。黒金先輩が？任せておけ。強気する黒金先輩さんですよね。いつも姉から聞いてます。姉はまだ帰ってきてないんです。そうか、では他を渡ってみるとしよう。失礼する。黒金お姉様って呼んでもいいですか？強キス。こんなところにいたのか。黒金先輩、こんなところで何をやってるんだ。一度や二度の失敗で学校を休むとは何事だ。気合が足りんぞ。どうした、答えんか。私もうお芝居やめようかって。なんだと。私強がってきましたけど、初めて舞台に立った時も怖くて声が出なかったんです。結局私が演劇を続けられていたのは好きな人が背中を押してくれていたからなんです。大根って。いや、悪いな、待っててくれたのか。2の A のこの絵、毎朝通ってるみたいだけど会えたのか。ま、そうだろうな。で、お前はどういうつもりなんだ。どういうつもり。どうしてこの絵をそんなにも気にかけているかって意味さ。それは、その、俺、あいつの幼馴染だから。それだけなのか。え？花火大会のあの日、俺にはお前たちが恋人同士に見えたぜ。あれはあいつが松笠祭初めてだって言うから案内してただけで。お前、この絵のこと本当はどう思ってるんだ。黒金先輩と対馬くん同居してるんですよね。ああ、だがそれはレオの両親に頼まれたからだぞ。いとこである私にレオの面倒を見てくれと。でも黒金先輩は対馬くんのこと好きなんですよね。答えてください。黒金先輩は対馬くんのことどう思ってるんですか。流明祭のフォークダンスだってこの絵を誘うつもりだったんだろう。それはどうしてだ。それはレオ、今のお前は自分の気持ちを悟られまいと逃げてるんだろう。お前はそれでいいのかもしれない。だけどな、相手の気持ちも考えてやれ。相手の気持ち。
そうだ、私はレオが好きだ。そうですよね。お前も好きなんだな、レオのことが。でも私、黒金先輩も大好きなんです。だから諦めます。黒金先輩の邪魔をするようなことはしません。嘘だな。お前は嘘をついていると言っているんだ。私、この絵素直という人間はな、まっすぐで何をするにも一生懸命、どんな時も諦めない。私はそんなお前が好きだ。黒金先輩。だが今のこの絵素直はこの絵素直にあらず、そんな奴にレオは渡さん。私から言えるのはこれだけだ。あとは自分で答えを出すがいい。私が私じゃない。この絵のやつ今日も来てねえってよ。演劇部を作りたいんですって、あいつが参加するかと思ったのによ。これで姫の再任は決まったな。ま、姫が再任ってことになればこのまんまなんだから、それはそれでよくね。勝者はキリア・エリカ。私はいつまでも歩き続ける。自分の決めた道を、あなたと一緒に、あなたと一緒に、あなたと一緒に。ですから流明館の最大の特徴である自由な校風をより推進するべく。やっぱりエリーの演説はすごいね。ああレオ。黒金先輩。レオ、ちょっといいか。お前に話したいことがある。